トゥーン3の最強ギアがヤバすぎる。スプラ3には26種類のギアパワーがあります。その中でもバカまで最強と言われているギアパワーが存在します。第4位、ステルスジャンプ。急に現れて心臓に悪い厄介ギア。スーパージャンプのマーカーが離れた場所から見えなくなります。初代スプラのように完全に消えるわけじゃないけど、だいたいプロモデラーの射程より離れると見えなくなります。気づいた時には時すでにお寿司。第3位、ラストスパート。明らかな無限インク。相手カウント48から始まり、最大でメインインク、サブインク、インク回復が8個分ずつつきます。終盤になればなるほど効果がにじみ出ていく。インクが枯れても諦めるな。第2位、カムバック。強くてニューゲーム、何度でも戦場に蘇ってくる。デスするたびにあらゆる能力がメインギアそれぞれ1個分パワーアップする。あまりにもデスが軽すぎて脳死になりがち。何も怖くない、祝福の20秒。第1位はイカ忍者。イカダッシュがマジで見えなくなる化け物。みんなは何のギアが好き？ところでよ、